日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですか今日は言いにくい言葉についてはい皆さんこんにちは <laughs> 喉が <laughs> 大丈夫はい <laughs> 朝ですね朝は ちょっと声が出に少しずつあのこうウォーミングアップというかね朝まあこんな感じで、まあ、コーヒーを飲んで、えー、レッスンをしてまあいくつかレッスンをすれば少しずつ声がこう良くなって。 えー、夜になるとねもうあのいいんですけどまた朝になるとねちょっと「うん,うん、うん、っていうふうになるちょっとおじさんっぽい、ね、なんか朝、うんうん、なんかこう喉喉がちょっと変な声が出ている、ね、まあ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 えーっとそういう時のトピックにいいのか悪いのか分かりませんが、えー、今日僕が選んだのはまあ選んだというか考えたのは 言いにくい言葉ですよね。日本語には、言いにくい言葉がありますね。で、あのー、例えば生徒さんがね、よく僕に、いや、この言葉言いにくいですねって言うんですけど、あのー、まあ、アメリカ人にとってはちょっとこの言葉は言いにくいですとかね、そういう風に生徒さんは言いますが、えー、実は日本人にとっても言いにくいんですね。はい。例えば、あの、流暢。 ね、流暢日本語は流暢になりたいですとかね流暢ちょっとやっぱり言いにくいですよ日本人にとってもねでもあの頑張って言うんですそして何度も何度も使うんですね何度も何度も何度も言って少しずつあの流暢になっていきます、ね、な,な,なので今日はあの皆さんとちょっとそういう練習をしてみたいと思いますね「今日は暖かかったですね」 暖かかった。どう考えても言いにくいですよ。日本人にとっても言いにくい。外国人にとっても言いにくい。ね、暖かかった。暖かかったで。今日は、今日は暖かかったですね。はい、暖かかった。なんでこんなね、言いにくい言葉を作るんだ。と怒る気持ちもわかります。はい。いろいろなことがそうですよね。あの、 僕はもうほとんど食べられないですけど、あの、韓国のインスタントラーメンありますよね。辛いインスタントラーメン。奥さん、僕の奥さんは大好きでよく食べてるけど、もう僕は食べられないです。辛すぎて。で、それをね、まあ作るのは僕なんですね。実は僕はインスタントラーメンを作るプロ。本当に美味しく作れる。だから、 奥さんのインスタントラーメン奥さんが食べたいインスタントラーメンを僕が作ってるんです僕は食べないけどねでもやっぱりこうアルデンテかどうかちょっとこう麺がちょうどいいかどうかを調べるときに1本だけその韓国のインスタントラーメンを1本だけ食べますそうするとねあ辛辛いねえ僕はいつも思うなんでこんな辛いものを作るんだろうはい 世の中には世界にはあのなんでこんなものがあるのっていうものがあるんですよたくさんあの。自分にとっては嫌だけど他の人は好きなものだってあるんです。ね、なんでこんなに辛いんだろうとか何でこんなに甘いんだろうとかどうしてこんなに言いにくいんだろうとかそういう言葉たちがたくさんあります。なので今日は頑張ってやってみましょう。 まず一つ目の言葉、ヘリコプターが飛んできたね。これから勉強を始めようというのにヘリコプターが飛んでくる。こういうことがあるんですよ。最近ね、本当になんか多いんですよね、ヘリコプターがね。いい加減にしてくださいよ、本当に。多分ね、こういうヘリコプターが通ると公園にいる子供たちは手を振ると思いますね。ああ、ヘリコプターで、そこに乗ってる操縦士、ね、運転してる人。 ヘリコプターの操縦士はおー子供たちが喜んでるそう考える僕みたいにこう家の中でねその操縦士から見えないところで「んだよお前ほんといつもいつも邪魔しやがって、ね、いつもポッドキャストの邪魔すんな」そうやって怒ってる人もいるでも飛行機の,あの操縦士はそんなのが全然見えないでしょ手を振る子供たちだけ見えてね「おおみんなは僕のことは大好きだ」と思ってるちげえよ ちげえよ。お前って言いたいたですねちげえよちげって言うのは違うよって。ちげえよ。99%の人は迷惑と思ってんだよ、ね。夜のシフトの人で今寝てる人はお前のこと大嫌いだよ。<ん>そう思ってる。だけどそのヘリコプターの操縦士はああ子供たちが手を振ってる。みんな僕のことが好きだ。ちげえよ。ね、99%の人はお前のこと嫌いなんだよ。うるせえよ。ね <laughs> そこまで言わなくてもいいんですけどあのちょっとうるさいちょっとうるさすぎるもう少しね静かな音のヘリコプターを作ってくれませんかイーロン・マスクさんはいというわけでえまず言いにくい言葉の最初「老若にゃ」<laughs> いきなり言えなかったはい「老若男女」「老若男女」えー と、老若、にゃ、言えない。老、老若、男女。言えないです、ね。これは、あの、老人の老。えー、脈は若いと書いて、脈と読みます。老若。は、年を取った人、若い人。そして、男、女と書いて、男女と読みます。老若、男女。本当にね、僕は言えない、これ。 よくあの、ニュースとかで、あの、例えば、ね、お祭り、お祭りのニュースとかで、ね、ただいま、お祭りに来ています。たくさんの人たちがいます。老老若男女。いろいろな人がいます。ね。あの、若い人、年の人、男の人、女の人、いろいろいるっていう意味で使いますね。言えない。僕は言いたくない。もうこれ以上言いたくない。はい。次、呪術改善。呪術改善。 これはあの、えー、っと、鬼滅の刃みたいなアニメ。はい。みたいなというのは、ちょっとテイストが似てるからね。えー、呪術廻戦。呪術廻戦。言いにくいですね。呪術廻戦。次。キャリーパミューパミュー。キャリーパミューパミュー。言いにくいですね。 これもあのシンガーですね女の人歌手ちょっとちょっとアイドルみたいな人えー、なんかこう言いにくい名前なのに人気になるっていうのはちょっと変ですねその呪術廻戦とかキャリーパミュピャンパミュパミュ呪術廻戦まあ言いにくいでも「鬼滅の刃」もまあまあ言いにくいんですよね実はあのドラゴンボールとか ドラえもんみたいなの言いやすいですよねでも「呪術廻戦」えっと「鬼滅の刃」すごく言いにくいキャリーパミュパミュ,パミュも言いにくいですキャリーパミュパミュえー、アイドルだったらまあ AKB48 これもまあまあ AKBAKB って秋葉原ってことですからねまあまあまあ 知ってると思いますが知らなかった人あなただけですよえー、手術中手術中手術っていうのはオペレーションですねでオペ,レートオペレーションオペレーションをしています今しているところですという意味で手術中ちょっとあのー、言いにくいですねはい僕が病院で働いてたらちょっとあの もうなんて舌を噛みそうですよねはいあの僕が病院に働いてたとして誰かねその待ってる人が電話を電話の音でピピピピピッ,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 ピッとか電話の音がしてね「あすみませんあの今手術中ですからちょっと静かにお願いします」「手術中」「言いにくいな」「今日はもう口が疲れますね」え次肩き 肩たたき器。これはですね、肩たたきというのは肩を、肩ね。この、首、首と肩。ここを、こう、マッサージの意味で、こう、叩く、叩きますね。こう。で、その機械のことですね。まあ、マッサージチェアみたいなのですね。はい。肩たたき器。たたたたたき器。言いにくい。 カタタタ,タ、カタタタキキ。カタタタキキ。ああ。え次は、骨粗ソ言えない。えー、粗ツ症骨粗ツ症あ疲れる。コツ、コ今日のポッドキャストめちゃめちゃ疲れる。もうやめたい。ちょっと出直しますね。次回 <laughs>。めちゃめちゃ疲れた。 というわけでままた次回やります骨粗しょう症というのはあの骨が弱くなる病気のこと骨粗鬆症ですねはいというわけで続きはねまた次回やりますそれではまた皆さんチャウチャウアストレイまたねまたねまたね